ちょっとダメ、寒すぎ。なんか唇青くない？全然ちょっと先に言うとか、今日の動画めちゃめちゃしょうもない。昨日なこれを買ってきたんよ。プラチナゲルパックマテリックっていう、まあ、矯正しとる人には実に言いにくい名前のパックがあるんだけどな。これな、普通のパックとは違ってな、こうなんかジェルをこう顔に塗るんじゃが、ほんだらそれでしばらく数分間待っとったらだんだんとこう固まってくるんよ。で固まってきたらこう端からビューっとこう取ったら角質がそのパックごと受けるよみたいなパックなんじゃが、普通だったらなこう毛穴を痛めつけんようにな、ゆっくり端からこう剥がしていかんといけんらしいんだけど、で今日はな、うちはあの顔の表情筋だけを使ってこのパックを剥がそうと思って、する意味とか理由とかはもうないよな。ただうちならできるんじゃないんかなって思っちゃっただけ。なんか結構こうベタッとこうくっつくような感じなんよ。痛いんよ剥がす時に。なんならちょっと難易度が高いかもしれんけど、うちならやれる、絶対に。きっしょ。お前よ、みんなうちの動画見るな、こんな顔の人の。え、ブス全開。なんか立ちはだかるもの全てに勝てる気がする。なんか違う、もうなんかブスとかじゃない、もうなんか顔が汚い。ちょっと無駄な抵抗やめてとっととするわ。あ、おい、ニキビパッチの上行った。あー、またニキビパッチの上行った。もうまたニキビパッチの上行った。アホ。なんか産毛の周りは塗らないでくださいって書いてないけど、おでこ狭すぎておでこに手出したらもうすぐそこに産毛がある場合どうしたらいいんだろう。あ、またニキビパッチの上に。え、目の周りを避けて、え、待って、いろいろ注意事項全部無視して塗りゃんだけど大丈夫かな。こんなもんかな。これで15分から20分おかんといけんらしいわ。え、待って、15分から20分ってめっちゃ長くね。何して過ごせてんよこの顔で。15分から20分、ちょっと時間がもったいないから、これ乾きよる間に違う企画の動画を撮るわ。まあ少々お待ちを。もうどうしよう、なんか喋ることもなければすることもないし。じゃあめっちゃどうでもいい話するな。なんか誰が言ったっけ、なんか誰かから聞いたんだけど、人間がな、壁をな、通り抜けれる可能性って 0% じゃないらしくって、普通だったら壁にドーンって激突したら激突して跳ね返るが、じゃけど壁にドーンってぶつかってこっち側にシュッてこう抜けれる可能性がな、なきにしろあらずらしくって、その確率としてはなんか 50m のな、水を張ったプールの中に腕時計の部品を全部バラバラにしてバーンって投げて、その腕時計の部品がプールの水のこう揺れる波の波動で元の腕時計の形に戻る確率と人間が壁を突き抜けれる可能性って一緒なんだって。だけど 0% ではないんだって。まあほぼゼロに等しいけどな。でも偶然とか奇跡ってあるわけだが、何遍やってもな、成功せん人とな、1回で成功する人でおるわけだが、何事でもめちゃめちゃアホみたいな計算するけど、この動画もな、10万回再生されるとしてよ、10万人の人が見てくれるわけだが、10万人に1人ぐらいは一発で壁を抜けれる人がおるんじゃないんかなっていう。だから今この動画を見てるそこのあなた、今すぐ壁にぶち当たってみて。もし壁にぶち当たって通り抜けれたよって人がおったらコメント欄にコメント。まあ、でまとめるとな、何が言いたいかって、絶対に無理なことはないってことよ。人間がな、壁を抜けれるわけないが、でも確率としてはゼロじゃないんよ。ってことはよ、絶対に無理じゃって自分は思っとるかもしれんけど、数値で表したら 0% ではないよ、何事も。だからみんな一緒に頑張ろう、本当に。もういい気がする。今からな、制限時間1分で手を使わずに表情筋だけでこのパックを剥がしていくわ。さあ、いくよ、よーい、スタート。悔しい。ちょっと1分がミスだったんかもしれん。もうちょい時間あったらうちにいける気する。だってもうこれ取れとるもん、ここが。うち一生彼氏できんのだろうな。こんなのさ、受け入れれる男の人って世の中に何人おるんだろう。
表情筋って筋肉のことだから、筋肉がある場所じゃないと動かせれんから、トローに取れんのよ。やっぱ骨しかない部分は無理なんや、取れんのよ。ちょっとうちの考えが浅はかだったわ。うちちょっとダメなことしとることに気づいて、眉毛の上いっとって、デレいってんだけど。痛い痛い。じゃあいけ音がしょおる。じゃあいけ音がしょおる。どうしたい。痛い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 。無事じゃったよ。絶対行かれたと思った。